ファンの皆様おはようございます。ボートレース小島の瀬戸仕掛けを30周年記念倉敷市長杯はシリーズの5日目となりました。4日間のポイント争いは昨日で終了。予選ラストは5着となったものの、シリーズ5勝をマークした増田啓司が予選トップ通過となりまして、林義則、宇佐美純もそれぞれ準優勝戦の絶好枠馬を手にしております。明日のファイナル進出をかけて展開されるシリーズ5日目となりますが、水面上オープニングカードの開始、第1レースは朝徳ガーコ戦です。1号艇には小根沢貴弘、2号艇には杉村健也、3号艇には大内優輝、4号艇池上隆之、5号艇牛尾田博子、6号艇福岡泉、以上6選手が対戦する1レースは朝徳川湖戦です。昨日の予選最終日、5コースか0台まくり出してシリーズ2勝目を飾った高枠1号艇のコレサは、1番人気に押されてインに座りました。2コース2号艇の杉村、センター3コース3号艇大内、残る3名水面の奥角の4コース4号艇の池上、5コース6コース女子レーサー5号艇の牛尾田、6号艇の福岡です。進入スタイルは3対3の枠なり、現在スリット金はホーム、向かい風2メートル前後のコンディション、スタートまで残り10秒。シリーズ5日目オープニングカード第1レースは朝徳ガーコ戦、内から1番2番3番4番5番6番です。さあ、としました。1コース6コースコースアウトは1号艇これさ、6号艇福岡、6コースか、6号艇福岡出ていきます。5号艇がブロックする。1号艇セクマイはこれさんまくる。6号艇の福岡決まった。水神さんに向かって先頭6号艇の福岡泉、2番手は1号艇2号艇3号艇、さって接戦で後方リテは4号艇5号艇時計の通過、一緒にコーナーの旋回、スタートは絶対正常。抜けた6号艇の福岡で2番手は3号艇大内が先前、差し返すは1号艇のこれさは2番手しから2号艇の杉村旋回しておりますが、先頭6号艇の福岡、2番手は1号艇3号艇2号艇さって接戦で、レースは2周目と移っていきます。焦点は2番手、センターから1号艇の小林沢、内入った2号艇の杉村咲前も、差し返す1号艇の小林沢、2番出しは3号艇の大内でバックは、2番手は1号艇の小林沢で、3番手、2番出しから3号艇の大内、上代計は613、その後方2号艇の杉村、4号艇の池上、最後方は5号艇の牛尾だ、レースは2周にマークの旋回。先頭6号艇の福岡、2番手は1号艇の小根沢、3番手2号艇の杉村咲前、差し返すは3号艇の大内でスタンド側、上代計は6番1番3番、レースはこれから3周目と移っていきます。オースト6コースがトップスタートはコンマ1で、お見事お見事、まくったまくった。先頭6号艇の福岡、2番手は1号艇の小根沢、3番手が3号艇の大内と続いて、上代計613の台形ですけれども、ですけれども、2連単61332.8倍、3連単613、黄色い数字1960倍、ラストコーナーの世界、念願の水神祭。先頭6号艇の福岡、2番手が1号艇の小根沢、3番手は3号艇の大内、上代計613、まもなくゴール。先頭6番福岡泉、水神祭の5塁、2着1番の小根沢、3着は3番の大内5塁、2番の杉村、4番の池上、ラスト5番の牛尾だ5塁。以上、小島第1レースでした。第1レースの確定です。1着6番、2着1番、3着3番、以上でございました。